春だね。あいにくの曇り空、デベソです。皆さん、そばは好きですか？東京でお蕎麦屋さん、チェーン店で行ったら自分が思いつくのは富士そば。富士そばはね、もう昔からお世話になってて、それこそちょいちょい行ってる松屋にね、勤めてた頃も、自分が勤めてた松屋の目の前に富士そばがあって、もう蜂が夜勤終わった後もそのまま直行でね、富士そばの朝そばをね、食ったりしてたもんなんですけども、もう一個ね、東京で有名なチェーン店があって、それがね、ゆで太郎っていうやつなんですよ。ただね、自分ゆで太郎っていうのは一回もね、行ったことがなくて、自分の生活範囲内でゆで太郎っていうものがなくて、なかなかね、行く機会がなかったんですよ。でまあ、どうしても気になってちょっと調べてみたら、富士そばとは違って、店舗によるのかもしれないですけど、自分でそのなんだ、丸亀製麺みたいにカウンター上にいろいろなトッピングがあるんですよ。そのトッピング使い放題っていうね、まあそれ聞くとね、なんかそういったお店っていろいろあるかもしれないですけど、使い放題なそのトッピング、調味料とかが豊富だっていうので、ちょっとこれはね、いろいろ行ってみたいな。蜂がちょっと怖い。なので今回は人生初の、ゆで太郎行ってみたいなというふうに思います。食べ終わったら空が晴れ上がってました。はい、というわけで、自宅の方に帰ってまいりました。いや、人生初のゆで太郎、非常に堪能させていただきました。非常にうまかったです。いやー、本当ね、
違いますね、あの富士そばと。富士そばは富士そばの良さがあって、茹でたらは茹でたらの良さがあるみたいな感じで、今までねずっと富士そば食ってた自分からすると、ゆで太郎のそばの方が麺が細いような感じで、富士そばの方はもちもち感があったんですけど、ゆで太郎の方は麺がプツプツと切れるような感じで、食べやすさを重視してるような感じがして、でそれあのつゆにも入れてて、富士そばの方のつゆはもう本当にもう昔からの江戸っ子塩みたいな感じのキリッとしたね淡麗な感じがするけども、甘さもちょっと強めみたいな感じの出汁の効いた砂糖醤油、それは言い方悪いなまあそばつゆながらもガツンとした甘みがあるんですけど、ゆで太郎の方はその甘さは控えめので、塩気も控えめだから、しょっぱなからもうドプンってこう麺をつけてもこう食べやすいような、そこら辺もね非常に違いがあって楽しかったですね。であのカツ丼もうまかったしな。ただねあの張り切ってジャムカツ丼食ったんですけど、普段の自分ならねミニでいいかなあの量のそば食うなら。そんであれっすよね、これびっくりしたんですけど、どんなそばでも買ったらついてくるんですかね。いろんなね色とりどりな無料券ついてるんですよ。カレールーも無料でついてくるんですか。あ、なるほどね。これはあのいっぺんにこの無料券全部使えるってわけじゃなくて、このうちの1枚をあの1回の来店ごとに使えるみたいな感じっぽいんですけど、逆言うとこれ1枚使っても注文して出てきた時にこれ毎回この無料券出てくるんですかね。だとしたら溜まっていく一方っすよね。これはまあ嬉しい悲鳴というか。エビ天も無料なん。ここら辺のねまたなんかリピートしたくなるようななんか雰囲気作りうまいっすね、ゆで太郎は。もしねあのゆで太郎行ったことがないって方はね、ぜひとも行ってみてください。あれ以外にもねほんといろいろさまざまなメニューありますんで、自分もねちょっとまた行く機会あったらもうガンガン行こうというふうに思います。5月5日、D チャンネル久しぶりにオフ会を開催することになりました。イエーイ。都内の新宿の、ハウススタジオ借りてやろうと思いますんで、興味の方は、動画の下の概要欄の、応募フォームから、メールアドレス必須です。ぜひともそこから、応募してもらえればと思いますんで、久々に、オフ会みんなで一緒に盛り上がろうぜ。イエーイ。